ラジスタ。ラジスタチャンネル。おはラジ。今日も夢色ハート。同じくアシスタントの白石みのるです。いや、早いものでもこの番組も8回目ですよね。そうですね。そろそろ目新しいこと考えないとマンネリと言われちゃいますしね。なんだって。どうすんの俺、どうすんの。いや、ただいろいろやってみたいななんて思っちゃったりなんかして。やるよ。あ、そうそう、こないだ街を歩いてたら声かけられちゃった。エステのアンケートですか。やだ白石さん、それマジっすか。ううん、もちろんファンの人からよ。あんたこんなことないわよね。ないです。そうだよね、アシスタントだもんね。ま、頑張りたまえ。でも僕宛てのファンレターがどっこいしょいち、こんなに。なんでよ。ちょっといた、私やってないの。なんか声優みたい。あんじゃねえかよ。一枚だけ。会員証の有効期限が近づいています。で、これレンタルビデオのデブじゃないかよ。テレビの前のみんな、私にもファンレター送ってくださいね。大募集です。アキラ様、そろそろ本題の方を。調子乗ってんじゃないわよ。あんたの代わりはいくらでもいいよ。すいません。じゃじゃーん、発表します。なんと、この番組でフィギュアを作成することになりました。クリップ、クリップ逆さま。ねえ、もう分かっててやってるんだからもううまいな、アキラ様。実はですね、今回の企画は、ペロ、ペ、ペロ、ペロ。Don't touch me. ペロ。あれ？おかしいな。今回の企画はですね、Don't touch me.今回は、で、ペロ、ペロ、ペロ、ああ、どうなってんのこれ。ちょっと精神。ああ、アキラ様落ち着いて。それは中の人のマネージャーの名前ですよ。ちょっと、なんつーの、あんたまさかこれ。やめそうもない。はい、というわけで今回のフィギュア化は皆さんからの投票でどのキャラにするか決定します。このキャラをフィギュアにしてちょっという熱い思いを待ってるね。皆さん投票よろしくお願いします。はい、それじゃあ今日はこの辺で。次のラッキーチャンネルお楽しみに。バイビー。こんな投票したら本編のキャラが1位取るに決まってんじゃないの。なにこれ、私かませいぬ。いや、まだそうと決まったわけじゃないですよ。ああ、そうか、ついに僕もフィギュア化か。何言ってんの、これとある程度は。